サガーラ。君も僕のロードの踏み石になってくれ。弾が切れた。ジョークだよ、サガール。What? ああ、本当に弾が切れてた。思ってたのに。シッ。サガーラ、それは美しくないぞ。ミーのテクニックを真似するのはやめたまえ。その手には乗らないよ。僕はサガーラを過小評価してないんだ。まさか時間を稼げばなんとかなるとでも思ってるのか。逃げろ、京一郎。押崎、いつまで遊んでいる。京一郎は本当に玉切れだ。ハッタリで時間を稼がれたんだよ。ま、時間を稼いだところでどうにもならんがな。サガーラ、僕を騙したな。ほう。決闘というわけだね。ああ、チープな挑発はやめたまえ。そんなことを言わなくても、僕は逃げたりはしないさ。やはり、悪の組織の幹部としては、一度正義のヒーローと一対一で決闘をするべきだと思っていたところだよ。やめろ、逃げろと言ってるだろ、京一郎。
はいいかな、サガーラ。では行くぞ。待たせたね、サガーラ。ノーカウント。サガーラ、君の悪い癖だ。この世にちょっと待ってくれる現実など存在しない。なんだい、このパンチは。グッバイ、サガーラ。時間だ。うん、どういたしまして。
きょうちゃんはきちんとありがとうって言えて偉いね。いいよ、いつでもおいで。ありがとう。私もきょうちゃんはいい子だから好きだよ。うん、バイバイきょうちゃん。きょういちろう、目が覚めたのか。ACC 倉庫の中の部屋だ。閉じ込められている。お前はバカ者だ。なぜ逃げろと言ったのに逃げないんだ。死んでしまったら何にもならないじゃないか。そんなものはどうでもいい。警察に捕まったら脱獄させてやる。敵に捕まったら助け出してやる。だがもし死んでしまったら、私はどこにお前を迎えに行けばいい。どうすればいいんだ。私は何も会長の命令だけでお前を見てきたわけじゃない。お前が心配だったから。縁起でもないことを。バカ者、どうしてお前はこんなにいい加減な性格に育ってしまったんだ。京一郎、思い出したのか。やめろバカ。なんだ。貴様、人が気にしてることを。
よう、起きたか。おい、京一郎、お前、何を言ってるんだ。どうした。他人を優先するなんて、お前にしちゃ珍しいな。京一郎。ああ、わかるぜ。俺も大事な人間を失うのは二度とごめんだ。ま、もともとお前たちを助けるためにやっているようなものだからな。この部屋はちょっと特殊でな。ロックの解除装置が中にもあるのが見えるか。ロック解除の番号は027158だ。間違えるなよ。星崎のバカに見つかるなよ。カンカンだったぞ。ミーの顔を殴ったとか言ってな。コートを着た人たちに連れ去られて。はい、伊達さんが助けてくださってここまで連れてきてくださいました。あと、これを京一郎さんに渡すようにって。すみません。お話を、立ち聞きするつもりはなかったのですが。京一郎さんが、そんなにまどかさんのことを思ってらっしゃったなんて、知りませんでした。残念ですけど。開けちゃいました。